あそこの呼び方、中村愛さんの隠語をアイドルまでも。さあ自己紹介いきましょう。私がオマンティス中村愛です。よろしくお願いします。そして朝一角の団密カーネリアの海です。お願いします。あ、嬉しい、愛ちゃんみたいです。すごい。そうね、うん。クレジットお力が。そうですか。すいません。わざとです。です焦ってたことが内緒で。うん、1時間半終わるかと思って。焦りまくって。皆さん、音声どうですか？平気ですか？前回はね、ちょっとだけトラブルがあったんですけれども。あ、よかった。復旧した。いい、いい、いい。でもね、OK。でもね、それも全部治りたみたいです。あ、小さい人、自分のあれかな、自分の都合かもしれないね。自分のあそこが小さい、うん、調子がいいな。でも海さん、オマンティスとは言ってくれないんですよ。そうそうそう、言わないよ、オマンティス。はい。アイドルか。この前ね、元 AKB の子がラジオで遊びに来たんですよ。うんうん、めっちゃいいよ。オマンティスって言ったら、うん、オマンティスって言ってくれた。嘘。ほんと。それで、お尻洗えたったじゃん。うんうんうん。やってくれたじゃん。うんうんうん。あれもやってくれた。嘘。え、誰？元 AKB の星野みちるちゃんという子が。え、誰よ、そう。いや、陰気の子や。あ、そうかもしんない。で、言っちゃいけないこと言ってた。嘘。うん、どこ洗われてるのって言ったら、お尻の穴って。私でも言ったことないんだけど。うちでも言わないわ。登録登録ニコ生ラブリサーチ見ると恋にいいことあるかもね。登録登録ニコ生ラブリサーチ。